はい、皆さんこんばんは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田野豊です。感謝。そして皆さんこんばんは。前回に引き続き第4回目の出演になりました応援副リーダーの谷口沙央です。お願いします。感謝。いやいや、感謝の休みすんなお前実は発表がありまして、谷口沙央さん副リーダーを名乗ってたじゃないですか。実はチームから、はい、公認、はい、とはならず。ならんのかい、なんで非公式という形で、あの副リーダーを名乗ってもいいということだったのでじゃんけんマンの立ち位置じゃないですかきっちりそれじゃんけんマンやちょっと待ってということなんで、はい、ここからね、一緒に結果出して再生回数、グッドボタン伸ばしていけば公式の副リーダーになれる可能性も多いであるんで。だから一発目のやつ4500回再生いってましたね。すごい、結構すごくないですか。最近では 一番だよ。マジっすか。はい、ということで今回は伊沢の持ち込み企画 で僕の後ろにチラチラ見えてますけど、ちょっと緩いやつをね、やっぱり。そう、緩いやつ。鹿児島ユナイテッド FC ってサッカーチームなんだけど、まあスポーツっていう括りにしていろんなスポーツに当てはめたら面白いんじゃないかみたいな、うんうんうん、中で当てはめやすいだろう。今回は鹿児島ユナイテッド FC の現在所属している選手で野球チームを作ってみよう。現在鹿児島ユナイテッド FC には31名の選手が在籍しております。その選手をドラフト方式というか1番から9番までの打順で、はい、お互いせーのでポジションと選手を書いて出してもらう、はい、被った場合は恒例のリモートじゃんけんという形で最後どっちのチームが強いかなみたいな、こう皆さんに見せられたらいいのかなと。選手の特徴だったり性格もね、この動画を通して多分見えてくることもあると思うので、早速ではありますけど1番から9番まで選んで、その後ピッチャー中継ぎ抑えまで、決めていって、で今回はピッチャーが、バッターをするじゃなくて DH 制、はい、バッターのみの人が入れる打順でいきましょう。 OK ですか。はい、じゃあ早速ですけど書いていきましょう。選手の名前とポジション、まず1番バッターね。1番バッター1番か。もう俺決まってるよ。この人しかおらん。野球だったらイチローみたいになってんじゃないかなって思ってる選手だね、これは。ポジションむずいな。1番か、これむずいな。できた。あーでもこの選手肩弱いかもしれない、もしかしたら。これ違うかな。でも俺の1番バッターは多分大抵の人が選ぶと思う、これやったら。え、ポゲッチでしょ絶対。違う違う、ロケットポゲッチでしょ絶対どこのポジションにどういう選手が来るか分かってる？俺野球やってたから俺分かるけど。俺野球やってないけどパープロめっちゃ好きやったんでアフィーローズめっちゃ使ってたんで大丈夫ですよ。めっちゃ懐かしい選手だった。はい、それでは1番ポジションと名前書きました。これ1番からこのポジションちゃうな。いやもうそれはいいと思うよ。いや野球経験してないからもうしょうがない。はい、いきます。1番バッター、せーの、ドン。おお、俺は伊沢は1番和田亮キャッチャー本当に田中総一けど1番で塁出てもボーッとしてるから絶対刺されますよ。大丈夫ですか。やめろ盗塁しようとしてもボーッとしてるからすぐ後になるけど大丈夫総一ルーに出ても違うこと考えてそうだもんね。今日の晩ご飯とか明日の朝ご飯とか。いや朝ご飯決まってんすよ、あの人魚食うから絶対。よしとんなお前和田亮でしょ。でもキャッチャーってさ結構体格大きい人がやるイメージじゃない。がっちりしてるし何でもできるじゃないですか和田亮。足も速いじゃないですか。ああそういうことね、はい、じゃあとりあえず1番これでいきましょう。へえー、あそうキャッチャー和田亮ね。はい、意外でした。超意外。え、俺もしかしてもう総一使えないんですか。使えない使えない、俺は和田亮使えない。厳しいなそれ。だって間違ってる、1番バッターでしょって。はい、絶対総一でしょ。いやまあそれはあるんすけど7番に総一残しておきたかったっすねある程度ちょっとボーっとしてくれるのにどこに。いやいやお前総一に失礼謝れ。はい、じゃあ続きまして2番バッター。2番はもう確定じゃないですか。確定だね。じゃあドラフト方式になるな絶対。2番ポジションだな。もう外野かなこの人も。足速いからな。レフトだ、レフト。決まりました。オッケーできたよ。2番バッター、せーの、ドン。そうでしょ絶対。うわーちょっとそれ痛いの。俺シャケさん抑えのピッチャーに取ったのに。 OK、 それはでかい。いやー痛いな。俺はもう2番レフト水本勝成。まあ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 分からんくはないわ。かっちゃんはねとりあえず足速いし意外と器用じゃん。
めちゃくちゃ強心しそうやけどな。パワープロみたいに言うな。で、鮭さ、バントめちゃくちゃうまそうじゃないですか。あとなんか流し打ちみたいな、走りながら打つみたいなやつの、はい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 、1本取られた感あるでしょ。あるね。2番俺は勝っちゃう。伊藤が、鮭さん、ちょっと痛いなこの段階で。 OK、 これはでかい。3番、3番はね、マルチにいろいろできそうな、走れる、打てる、器用な。しかもこれしかおらんな。決まりました。早くない？ある程度まとめてきてくださいよ。いや、ごめんなさい、そこはすいません。3番レフトです。俺はじゃあ先に埋めちゃおうかな。いや、あかんね。明らかに違うやつはなしっすよ。わかったわかった。オッケー、オッケー、オッケー。いや、なしやで、それ。もうわかった、なしやって、それ。正解。違う違う違う。3番、キャッチャー。キャッチャー？うん、キャッチャー。あ、わかった。漢字二文字でしょう。おお、大抵漢字二文字だろ。名字と名前で。お、鋭いね、お前。玉バター、せーの、ドン。よし、これは来た。ノリは絶対内野手だって。いや、レフトでしょ。強肩に期待します。イチロー的な。俺ね、ニュードか悩んだのよ。3番外野でニュード。ズーサーか。カズサーもパワーと意外とね、頭いいの。まあ、頭よしやし関係なしのやつ、結構見た目から入るとこあるから、カッコつけるとこあるじゃないですか。カッコつけて打ちそうな雰囲気出したら、あのピッチャーにフォアボール出させるから。あー、そっちね。マジで4番取り合いやな。4番難しいね。でもね、むずい。俺は3番キャッチャー岩崎和さん。これはもうレーザービーム藤沢です。投げたの見たことないけどね。レーザービーム藤沢、これ被ったらあかんの、きつないっすか。俺かぶんないと思う、なんか今回。俺の方が強いね、今んとこ。嘘でしょ。ほんとほんと、俺の方が今んとこ強い、完全に。4番誰にしよう。あー、いた。4番いたよ。俺はもう4番から入りました、俺。パワーヒッターがいたよ。もう取ってください、取ってください、どうぞ。しょうもない4番取ってください、もうそっちで。お前しょうもない、そう、選手な、俺が選んだ選手だから。俺もう4番中の4番取りました。俺、今、バトルスタディーズっていう漫画めっちゃ好きなんですよ、野球の。もともと PL の人が書いてるやつなんですけど、それの門松ってやつがいるんですけど、佐野さん、見たことないから、ちょっと後で調べて、じゃあもう早く行きましょう。本 DH で。え、俺も DH。え、やばい、これはやばい。これかぶったらめちゃめちゃ面白いけど。ちょっと待てよ、これやばいぞ。4番 DH は一緒だね。4番バトルスタディーズ、門松行きます。4番バッター、せーの、ドン。でもやっぱさ、4番ってセンターバックが来るんだね。そうかもしれないですね。うんうん、がたい的にも、なんか雰囲気的にも。知らないですか、門松。知らない、知らない。調べてほしいな。え、バトルスタディーズ、門松。いや、入れるよ。お前さ、ちょっと真剣にやってよ。顔で選んでるじゃん、だって4番タイプってことじゃないですか。まあ俺も顔で選んでる部分はあるけど。そうでしょ。あおちゃんは絶対4番だもん。まあ確かに4番タイプっすね。お前それは多分やっちゃったよ。もう DH 使えないわけだから。なんでなんで、平井で完全 DH じゃないですか。サードでもよかったけど。守備できるから多分ちゃんと。うわ、そうや、確かに。性格的にさ、ちゃんとするやつじゃん。ミスってるよそれ。いや、俺ここの3、4、5らへんはもう決まってたんですよ、正直。じゃあ俺は4番、DH 青山選手。伊沢は4番 DH 平井で亮選手。ただこれめちゃめちゃ面白いね。ねえ、これ面白いですね。え、みんなもやってほしいね、ぜひね。これ多分やりだしたらほんまみんなハマりますよ、多分。ハマると思う、めちゃめちゃ楽しい。こんな感じで書いていってますからね、自分のやつもしっかり埋めて。5番でしょ、次。もう言っちゃうわ、5番サードだ俺。サードの守備結構大事だからな。おー、いた。いやー、これ取られんな。初めてのドラフト方式になります、多分。これ被るね、多分。これだってもうこいつしかおらんもん、5番、うん、5番で、サードで守備ができて、あの走攻守揃ってる、一応この人。あ、一緒一緒一緒。じゃあどんな時、これこんな感じ。うわ、一緒や。じゃあ一緒や、それ。田野さん、けどこの被んのもおもろいですね。うん、そうだね。5番バッター行きましょう。行きましょう。5番バッター、せーの、ドン。あ、そっち、そっちね。5番っすよ、田野さん。5番だよ、逆に。いや、でも
これどっちも多分間違いじゃないと思う。待って、ホームラン打てるやつじゃないといけないですよ、5番って。ウッシー、ウッシーなんかダイソーさせといたらいいんすよ、あんな。いやお前、なんちゅうこと言うの。ウッシーサッカーじゃないんすから。サッカーやったらバリバリエースやけど、こんなん野球になったら。俺はとりあえず足も使えてマルチでこうヒット打てる。ヒット、じゃあもう1番か2番でしょそれ。つないで俺6番にホームランバッター持ってこようかなと思って。カヤなんか4番がもしフォアボールで歩かされてカヤ沼出てきたらもう周り震えますよ、ほんまに。まあ、ちょっとトリッキーなとこもありますからね、カヤは。余計なことしてアウトになる時もあるか多分。ああしそうやな。トリプルプレー3までいったらホーム狙ってきそうですね。出アウトだってめっちゃ悔しがってそう。やりそうやりそう。まあけどカヤやな、5番は。じゃあ5番俺は牛でセカンドカヤのね。はい、はい、次6番でしょ。これホームラン打者行こうかな。そろそろ言ってましたね。お前 DH はミスってるからね、完璧に。いや俺はもう完全に門松できましたから。だから顔だけしか似てねえじゃん。ぜひ皆さんあの門松調べてください。ほんまに門松調べて、バトルスタディーズ門松。ちょっと技巧派で絡めようかな。俺結構今パワーヒッター使ったから。え、どこが平井でかや和田亮。まあまあまあ、お前がそう思ってたらいいと思う。ポジションミスったなこれ。でしょ、はい、むずい。選手たちからしたらでもさ、見た時に何やってんだお前らってなるよね。勝手なこと言いやがってって。俺が選手でちょっと選ばれなかったらへこむかもな。確かに。だから早めにエダ使ってください、俺使わんから。エダ使わんとか言うな。え、もう余らすのは川森で決定でいいんでしょ。あ、それは決まり。川森のファンが悲しむわ。結構あいつファン多いからね。いや俺おらんでしょ、おらんでしょそんなん。いや来ました俺、ホームランも打ててしなやかさも持ってる。ここで外国籍枠使ってきたか。いやバレたか。その選手サードでいいと思う、それは合ってると思う。いきます、6番バッター、せーのドン。うわー、そこ行った。いやだってパワーもあるし頭もいいから。まあそうっすよね、うん、6番だね。ホームランも出る。田辺君使いたかったけどやっぱ面識ないからいじりにくい、いろいろと。めちゃくちゃいい人だよ田辺君。一回ちょっとズームで話したことあるんですけど、いい人っすね。子供たちにもこういう選手見てほしいな、田辺君みたいなプレーを見てほしいな。うまいしね、視野も広いし、うん、俺はニュードっすね。この前レッスン見に行ったんですよ。でニュードだったじゃないですか。よ、はい、かったっすね。相変わらずその潰しの部分しっかりボール取り切れるし、サッカーの話になりましたけど野球の話だったら忘れてた。走攻守揃ってるといえばニュードじゃないかな。俺それめちゃくちゃいいと思う。俺7番でニュード使おうと思ってた。お互いにちょっといいと思うこれ。ということで6番俺は田辺選手、伊沢はニュードということで、次は7番。こっからでも789っていう打順にぴったりの選手がめちゃくちゃ残ってる。だから悩むの。書けた？書きましたよ、もうできてますよ。 OK、 俺7番ファースト、伊沢はライト。この辺から出てこない選手多分寂しいという気持ちになるからね。焦ってるでしょうね今。やっぱ俺の名前出てけへん。俺の名前出てけへん。いけよ。7番バッター、せーのドン。うわやっぱりか。それ7番すか。ファーストを早く埋めたかった。身長大きい選手だとやっぱりほら高いボール来た時さ、ファーストは身長高い人の方がいいでしょ。193あるから、ピッチャーで残してんのかなと思ってました。ピッチャーはもう一人いるからさ。はいはいはい、うん、俺は畑選手もう身長高いし性格がいいから、みんなのいろんなミスとか思いとかを受け止めてくれる優しさが畑選手にはある。そうですね。これ順気にしたのはやっぱ順気も何でもできるじゃないですか。野球でも多分塁にしっかり出てベンチ帰ってきたらベンチ裏で順気ヨギボー大好きなんで。何ヨギボーって。ヨギボーって知らないですか、クッションみたいなやつ。ああそれがどうした。順気の家行ったら基本はこの上に寝てるんですよ、順気ヨギボーの上で。お前さちょっと真面目に選んでくんない、はい、え、真面目っすよ真面目っすよ。いや確かに7番ライト純喜は俺いいと思う。左利きやっぱ大事だしバッターで。ヨギボー五両っていう名前にしてもいいぐらいヨギボー。ヨギボーで寝てますあいつは。だから俺ヨギボーの話してねえっつうの。左利きの話。ヨギボー五両完全に。いやもういいわ、もうよくわからんから。ヨギボー五両でいいや。調べてください。すぐ調べさすな俺に。お前はいお願いします。じゃあ7番、ライト五両。それは、7番ファースト、畑実選手。8番バッター。俺の方が確実に強いわこれ。いやそんな見た目だけで決まるほど野球って簡単じゃないですよ。いや野球やったことないやつは語るなもん。多分ベンチの雰囲気とかこっちの方がいいと思う、すごく。なんでこっちヨギボーの五両もおるし。いやお前それ言いたいだけや、ヨギボー。お前
ヨギボー。はい、ヨギボーの話はさておき、8番バッター、せーの、ドン。おー、もういいね、2人ともいいと思う。なぜ藤原幸太郎くん、ファーストなん理由があるんですよ。あいつ大学の時肩痛めまくってたんですよ肩から落ちたりして、やっぱ遠投は避けたいじゃないですか。ってなるとやっぱもう幸太郎つかめたらファーストしかないっていう、適性を見ないといけないじゃないですか。藤原幸太郎肩昔壊してんの知らんと外野手として取ってもうたら、もうそのチーム調査不足じゃないですか。だって今は完治してるかもしれないですけど、いつ古傷がまた出てくるか分かんないですからね。関西リーグで一緒にやってた俺しか知らないです、これは。じゃあ、優しさで選んだ8番ファースト、藤原幸太郎くん。はい、肩壊してるから。俺は8番、ショート、フォゲッチね。瞬発力、すごい長けてるから、1対1とかの仕掛けも、上体フェイントで相手抜き去るぐらい、キレッキレ。どんなボールでも多分、1回転キャッチしてファーストにシュッて投げる、片膝立ってて。いや、めちゃくちゃいい選手だよ。うわ、俺ダイソーで残しててんけどな、フォゲッチ。ダイソーいなくなってきたね。オッケー、じゃあ、俺8番フォゲッチ。伊沢が、8番、藤原幸太郎くん。残るは、伊沢はあとセンターだけ。俺でも、ピッチャーで残してる人結構いるな。使わないでほしいな。あ、俺もっすよ。ピッチャーでめちゃめちゃ残してるのいますもん。あ、どうしよう、9番ね。1番の役割できるやつを入れたいんだよね。9番で1番？打順8番で終わってさ、9番から始まったらほら、9番が1番みたいな役割できたらさ。確かに。ルイに2人3人出れるじゃん、9、1、2番で。あー、でもダイソーに残してな、まあ、難しいっすね、ここは。確かに。でもピッチャーの場合サウスポー結構重要だからね。確かにね。伊沢センターだからね、肩強くなったら。俺セカンド清坂なんだろうな。この人ピッチャーに取っておきたかったけどな。決まった決まった。俺はもうセカンドができる選手にした。これ田野さんのピッチャーで使おうとして使っていいですか、ここで。そう、いやそれはダメ。いや、まあ、でもしょうがないか、ゲームだから。こういう俺はでもピッチャーで使いたいでしょ。3人決まってるから、先発、中継ぎ、抑え。甘いですね。甘い、どういうこと。俺が今使いますわ、ここで。おお、待って、お前まずセンター選べって。センター選んでますって。なんで俺のピッチャー使おうとしてるやつを分かるの。いや、もうあえて残してる感エグいっすもん田野さん、この人のこと多分めっちゃ好きやのに、あえて残してる感エグいから。え、それマジやめて。ここでホームランも狙える男を入れます。9番に恐怖の9番バッター。9番バッター行きましょう。せーの、ドン。あー、くそろー。もう、なんで使うわけ。ね、これでしょ。あー、ピッチャーや俺使うとしてない。いや、9番はもったいないって、マジで。チームのこと考えてプレーできるから、器用だから。まあ、だからチームに欲しい。たまが先発で取ってきそうやったから。その通り、先に俺はいただきました。先発か中継ぎでって思ってさ。シュート取られたら痛いな、正直。シュートもそれこそボランチとかさ、やっぱ器用じゃん、技術しっかりしてるじゃん。だからミスがないというかさ。ということで9番セカンド中原シュートということで、どう、川健さんでいいチームになってきました。もうだいぶね。じゃあダイソーからいこうか。ダイソーも1人しかいないじゃん。えって1人しかいないじゃん。これはほんまに戦いですわ、多分。リモートじゃんけんの出番がやっと来たね。確かに来ましたね、これは。プリンス&プリンス選んできたよ。今年ね、さらにこの人足辺の速さ増してるから。じゃあ行きましょう、ダイソー、せーの、ドン。でもこっちなの、どう考えても。うわ、ほんまや、忘れてた。米沢レイでしょ、ダイソーは。ほんまやわ。プリンス&プリンス、ジュニアもパワー系だからね。どっちかっていうとジュニアこうグーンって乗っていく方じゃん、スピードに。確かにそう言われたらそうやな。レイはもう初速からゲンって速いじゃん。ダイソーは俺誰もが分かるスピードスター。でもジュニアは俺5番6番とか7番で使いたかった、本当は。いや、俺も5番で使いたかったっす。ということで、はい、この2人ということで、いよいよ大詰めになってきましたね。なってきましたね。ライダーはもう1人しかいない。それ使わんでほしいな、ね、マジで。俺それ先発ピッチャーで考えてるんですよ。うるさい、もう。俺のババケンジお前使っただろ、お前さっき。使いましたよ、代打。ああ、もうこれはもう適性おった、代打の神様いました。伊沢のは大体わかる、ボランチの選手だろ。やべえ、それはダメだって。だから俺ピッチャーで使おうとしてるから。代打ってほら雰囲気が大事だから、めちゃくちゃもう出てきたらわーってちょっと湧くぐらいな感じ。はいはい、そういうの大事だから。人気者でしょ、やっぱり。そうですね、お祭り男だよ、やっぱり代打は。ということで、代打、せーの。ちょっと待って、俺それ先発ピッチャーやったんですけど。嘘でしょマジで。タクマ先発ピッチャーは間違ってる。分かってないっすね、ほんま。ピッチャー先発でしたよ、俺タクマ。まあけどハチ君っすわ、代打は。残したくて残しましょう、ハチ君。俺もこれもう代打はタクマって決めてたもん。うわー、お祭り男。
雰囲気変える。これは痛いな。じゃあ俺、はい、代打、園田拓馬選手、伊佐が張ったんだ、浩平選手。ここでピッチャー行こうか。先発、中継ぎ、抑え。これマジで面白い、リアルに。いや、おもろいっすね、これ。うん、すっごい面白い。これバチッとハマってほしいな。こいつ使いたくないけど、こいつ使うか。これ、かぶらなかったら奇跡だと思うよ。俺のポイントは中継ぎですね。これ下手したら全かぶりする可能性あんな。全かぶりエルの可能性ありますわ。お前なんで言うの？お前最低だよ、それ。あ、でもその全かぶりエルをどこに持ってくるかじゃない。はい。俺でも結構本当に野球としていいかも。いや、俺もっすよ。伊佐はちょっとふざけすぎだもん。顔が何回似てるとか、なんか純喜の抱き枕がどうのとか。ほんまに早く門松みんな調べてくださいね。それでは先発中継ぎ抑え一気に発表します。さんに、せーの、ドン。すごい、かぶってない。あ、かぶってるね。二人かぶってるじゃん。いやー、素直抑えですか。サウスポーでね、スピードも出せるし、あの下半身しっかりしてるじゃん、鉄が。俺もピッチャーの確定したんですよ、砂が。うんうん。やっぱ中継ぎの役割を俺は、先発の大西最近不調やから。大西に謝れよ、お前。じゃあ、ジョンからじゃんけんしようか。行きましょう。崩したくないな。リモートじゃんけん、じゃんけん、ポン。いや、お前、おい、フリーズしてフリーすんなって。おい、リサオ。いや、おかしいだろ。もう分かるから、表情で。何がすか？ちゃんとしろ、もう一回。リモートじゃんけん、じゃんけん、ポン。よーし、惜しかった。待って待って。待って待って待って。あかん、田野さん、今のあかん。何それ。もう一回ちゃんと。じゃあ、もうないよ、最後、はい。リモートじゃんけん、じゃんけん、ポン。あいこでしょ。よし、よし、俺じゃあ先発中継ぎ OK。 あと砂だね、砂。砂盛りじゃんけん、砂盛りじゃんけん。じゃあ砂俺にくださいよ、ここは。あ、分かった、じゃあ砂あげるわ。うん、分かった分かった。互いに抑えがなくなったね。抑えってさ、鋼のメンタルないとダメじゃん。まあそうっすね。ってなったらもうあの人はな。いいだノーコメントで。絶対いいだよ。 JNE で抑えるよ、これは。勝利の方程式、せーの、ドン。あー、抑え伊沢くんね。変化球で締めてくれる技巧派の抑えで。はい、なるほどなるほど。俺はもうメンタルで選んだ。枝、最悪打たれても全然もう気にしない。メンタル気にせえ、抑えは。でも結構ええと思うけど、先発大西投手の良し悪しあるけど、そこ言わんでええわ。まあ砂はもう安定してるじゃないですか、ね。砂は安定だね。大西が倒れても俺は中継ぎ砂で、1回からもう俺別に大西捨てて中継ぎの砂に変えれますから。大西の扱い雑すぎるだろお前。で、やっぱ最後、伊沢くんが。わー、いいね、ハルキいいね。カーブとスライダーで、フォークで。確かに、いいね。OK。先発が、伊沢が大西くん、俺がジョン・ガブリエル。中継ぎが砂。で、俺が中村健人。抑えが伊沢ハルキくん。はい。で、俺が江田と。はい。やっぱピッチャー3人だとちょっと不安なんで、中継ぎをもう1枚、選手を入れましょう。これは、淡々と投げ続けれる選手を入れました。なるほどね。俺はあのチーム内にサウスポーがいないので、ほう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 、左利きすごい重要になってくるから、この選手、はい、中継ぎ、せーの、ドン。2人ともなんか中継ぎって感じだね。野だけはあいつのメンタル強いですからね。淡々といけるじゃないですか。あ、まあまあ確かに、相手が嫌がるものを淡々とできるんじゃないかなと、適役かなって思いますね。三宅君も俺左利きだし、パンチあるから。パンチあるよね。その身長で160キロ投げてくんのお前みたいな。いや、153ぐらいでしょ。いや、まあまあまあ出るやんっていう感じで、はい、中継ぎ三宅海斗選手、伊佐が中継ぎ野竹秀也選手となりました。これもう全部出ましたっけ。そうですね。あ、伊佐、はい、1人残った。最後、川森選手の使い道を考えようかなと思って。本当に俺好きなんだよ。好きだけどこういうキャラじゃん、いつも。俺野球以外やったら使ってましたね。でユーマの良さ一個ずつ言ってきます。歯が綺麗。ほんまに水吐きそうになったわ。打たれてる姿しか目に浮かばないです。大
たいと思って打席回ってきて三振して戻ってきながらみんなにやじられてる姿しか目に浮かばないですよね。はあ、バッターだとね。なるほど。ユーマはどうしよう。いいか今回はね。今回はなしで。今回の野球に関してはなしということで。これ以外のスポーツやったら全部言ってましたけど。そうね、そう、間違いない、なしで。変な意味じゃなく、なしで。いい意味でなしで。じゃあ、イサオナイン発表します。はい。1番キャッチャー和田選手、2番ショート酒本選手、3番レフト藤沢選手、4番 DH 平井出選手、5番セカンド茅沼選手、6番サード二宇戸、7番ライト五稜選手、8番ファースト藤原選手、9番センター馬場選手。馬場選手ね、いいなぁ、馬場選手やられたなぁ。代走野竹純也、代打八反田晃平、先発大西翔吾。大丈夫かな、ちょっと大丈夫かな。中継ぎ砂森和也、うん、同じく中継ぎ野竹博也。ああ、広いね。ここもここも安定やな。抑え伊沢春樹。あ、ちょっと強いぞこれ。はい、というラインになりました。チームですよね。うん、すごい、もういいチームだ。まあでもちょっと打順ミスがあるかな。だいぶ。9番センター馬場くんっておかしいもん。いや、チャンスだから9番は俺ホームランバッターも持ってきたかったんですよ。それだったらいいと思う。今のが伊沢ナイン。はい。プラス投手代走代打ね、私の方発表します。お願いします。1番センター田中総一。ボーッとしてるけど大丈夫。2番レフト水本勝成、3番キャッチャー岩崎和佐。いや、いいチームですね。4番 DH 青山。うちそうやな。5番サード牛の浜。5番ちょっと間違えてない。6番ライト田辺、7番ファースト畑実、8番ショートフォゲッチ、9番セカンド中原修斗、代走米沢レイ、代打園田拓磨。先発ピッチャーで欲しかったっすわ。先発ジョン・ガブリエル。160投げますね。中継ぎ中村健人、同じく中継ぎ三宅海斗、抑え枝本雄一郎。俺らで話し合ってもしょうがないから、どっちのチームの方が強そうかっていうのをコメントでもらってさ、そうっすね、その票数が多かった方が今回の企画勝ちということです。そうしましょう。コメントをいただく期限は1週間。谷口ナインか田上ナインかどっちが強いのかっていうのを皆さんからコメントをもらって決定します、うん、さらに票数が少なかった方は罰ゲームをします。その罰ゲームの何をしてほしいのかコメントで募集します。髪型とか以外ね、田中さん。ロン毛はちょっと本当にきついんで、坊主ロン毛以外でお願いします。ということで、今日は非公認の応援副リーダー、谷口勲くんと一緒に、2020鹿児島ユナイテッド FC の選手で野球チームを作ってみようという企画をやってみました。時間を忘れて2時間ぐらい経ってるからね。暇しゃうねんから俺も。忙しいところ、勲にも出ていただいてありがとうございます。田中さん、またグッドボタンもらいましょう。この動画が良ければ、グッドボタンと。のバットボタンでお願いしますね。できればグッドボタンお願いします。お願いします。感謝。いや、感謝の痩せるすんな最後に。伊沢ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひ、はい、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。